渋谷徳三郎昭和25年10月2日は日本の官僚、政治家、東京市の各区長や仙台市長などを歴任した。教育行政への造形が深かったことから仙台市長時代には教育市長、また町村合併や産業振興などから仙台中高の祖とも呼ばれた。宮城県黒川郡生まれ、渋谷吉三郎の長男。 宮城市藩学校を卒業後、宮城県内で教員を務めた後上京、1906年に日本大学を卒業した。大学卒業後は、文部省に入省、普通学務局第一課長、東京市教育課長職を経て、小石川区、麹町区、京橋区のそれぞれ区長を歴任した。仙台市では1930年6月、当時の市長、山口隆之介が、 宮城県土木課長時代の土木義国事件の発覚により辞職した。その後の仙台市長選挙に渋谷立候補、同年8月の市会投票で14票を獲得し、13票だった元市長、かのまた武三郎を1票差で下して当選した。しかし、この選挙では山口派とかのまた派が多数派工作のために激しく対立。 司会で過半数の支持を獲得できなかった山口は、市長当選後にも困難な姿勢運営を強いられ、就任後のしばらくは半山口派の妨害によって、市役所登庁すらままならなかったほどであった。仙台市長となった渋谷は、教育行政に手腕を発揮し、1934年、1938年の選挙でも再選された。 1936年から1941年までの間には教育機関、仙台市教育研究所を仙台市役所内に設置、地域独自の子ども教育を行うことを目指した。また、在任中に渋谷は町村合併や工場誘致、ガス事業とバス事業の市営移管に成功した。渋谷市政3期目の末期。 司会では渋谷派と半渋谷派の対立が激しくなった。1942年8月、3期目の人気切れが迫ると、司会各派の代表らは、4戦に威力を見せていた渋谷に対して、司会の対立や市長の決選投票は、好ましくないと説得。渋谷は、大仙台建設の継承者を後継にすることを、条件に、再選立候補を断念した。戦後、 公職追放となった。1940年から1941年までは仙台ロータリークラブの会長を務めた。当時、同会は第二次世界大戦のために国際ロータリーから脱会させられ、仙台海洋会と名を変えて活動を続けていたが、三越仙台支店をその例会場としていた。E のサブロー監修第10版大衆人事録。 37ページによれば、ありがとうございます。